昨晩からね、結構強い雨が降っていて、で、まあ朝もねちょっと土砂降りだったんですけれども、やっぱ雨に水面が叩かれちゃってると、プランクトンも沈下しちゃうし、まあ、当然それを餌としているベイトフィッシュも棚落ちしてしまって、おのずとまあバスの、回遊映像なんかも深くなっちゃうんですけれども、まあ、そういったリザーバーで、ちょっと足がスローになっちゃった魚を取りたいという時に、こちらの、アイブレイク、これを使います。シュアの方をちょっと振っていただくと、まあ、かなりこう岩盤エリアになっているので、手前に引けば引くほど、おのずとこう水深がね、どん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 こう深くなっていくんですけれども、その時にあんまり足の速いルアーを使っちゃうと、どん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 魚がいる深い回遊映像からルアーの、ね、レンジっていうのはどん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 こう離れていってしまうから、そしてやっぱりこう、チェイスのね、タイミングっていうのが、だん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 こう気迫になっていっちゃうんですけれども、それを、こちらのアイブレイクだったら、めっちゃゆっくりしてるんですね。だからどん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 魚のレンジが手前に引けば引くほどこう深くなってるんですけれども、だけどそこでこうブレーキがかけれる、これめっちゃゆっくりスローにスローに引いても、このテールがかなりハイピッチで、攪拌してくれるんで、その波動と、これジョイントボディになってるんですけれども、時々ね、くねったりとか、まあ、ナチュラルリアクションを誘発するような、なんかこう自然発生的な、こう自発的にちょっとこう変則チックなね、アクションが出るんですけれども、その瞬間に、下からバーンと食い上げてくるという、深いレンジにいる魚を浮かせて食い上げで、食わせるという、まあ、そのための、ルアーですよね、アイブレイク。とにかくブレーキがかかるし、ブレークにいる魚を食わせることができるし、で使い方は至って簡単。とにかく投げてゆっくり巻くだけ。とにかくすごいルアーです。チェイス半端ないですからね、これね。よっしゃ、来た。でかいぞー。よっしゃ、ブレイク。今もちょっとこうスピードをちょっと緩めた瞬間に出ますね。そうでもないか、でかくはなかった。よっしゃー、ふぅ、まあまあ、ふぅふぅ、いいね。ロッドがね、アームズの ASL7005X、まあ、これ僕はねファーストムービングだけじゃなくて、ジグなんかでもね、結構使うんですけど、テキサスとかね、割とヘビーな、マルチアクションロッドなんですけども、まあチェイスして見えてる時にはもう本当にね、そこで、巻きっぱなしでもいいし、それでもちろん結構食っちゃうんで、だけど何回かチェイスしてきてターンするなっていう時にはちょっとリトリーブスピードを、速くするのもありだと思うし、今回の場合はね多分雨でこれ低水温なんで逆で、割と早巻きすると魚がついていけないんで、多分魚の足が遅いと思うんですよね。だから逆にスピードダウンをしてやって、まあ、アイブレイクなんでちょっとブレーキをかけてやるような、完全に止めちゃうわけでもないんだけど、ブレーキをこうかけつつっていう時にちょっとこう自発的な、変則的なちょっとワッキーなふにゃんとしたね動きが出るんですよ、ナチュラルなね。でそれ狙ってねバクッと食っちゃうんですよ、うん、とにかくすごい、うん、無敵。今もうテクニック炸裂だったね。ちょっと今チェイスが見えたんで、リールを止めてね、でちょっとロッドでスーッと引いた時にやっぱり今変則的なナチュラルリアクション、まあ挙動がよっしょ
サイズはね小ぶりなんだけど、でもこんなバスでもねガンガン食っちゃうんでね、アイブレイクやばすぎて、今もねチェイスが見えたんですよ。追いかけてきて、で、その時に僕はちょっとねリールをマックスピードを緩めたんですよね。緩めてふにゃーって、これがちょっとふにゃーっていう動きをするんですけど、その時にロップキックだけでスーッとこう引いてやった時に、その瞬間バフって切りましたね。アイブレイクでこだわったところっていうのは、まあ、その名の通り、ブレーキがかけれるんですよね。通常の、まあ、こういったあのジョイント系の S 字系のやつっていうのは、止めた瞬間慣性でちょっとこうスライドしていくんですよね。でこれがちょっと魚がこうチェイスしてきた時に、スッとこう動いちゃうんで、まあ、それで食っちゃうやつももちろんいるんですけれども、まあ、それで見切ってしまってターンしてしまうっていう、まあ、そんなことが多いと思うんですよね。でアイブレイクは、とにかくこれ止められるんです。ブレーキがかけれるから、でその時に挙動不審な挙動変化みたいなのが一瞬出るんですよね。その瞬間に魚がバイトしてしまうという。だからこうチェイスしてきた魚の前を詰めて、止めても食わせられるという、そういう特徴がありますね。もちろんこうやってね、巻きっぱなしでも釣れるんですけれども、この時にアイブレイクの特徴として、止めて、ナチュラルリアクションを発生させる。でそれがまた、ただ、ね、巻いてチェイスしてきてで食わないっていう魚を食わすためのきっかけとして、一発クッとこう入れてやるんですね。クッと、この時に一瞬、ブレーキがかかって止まりつつもふにゃっとこう動いたりだとか、あるいはこの、シャットテールがこう不規則なパラパラパラっていうちょっと変則的なこうトリッキーな動きをするんですよね。その瞬間にガーンと振ってくるという、だからスローダウン、あるいはそのストップモーションをかけた瞬間に生まれる自発的な動き、これが一つの、食わせのタイミングになると思います。まあ、そういったのが生み出せる、そういったナチュラルリアクションを誘発できるルアーとして、こちらのアイブレイク、開発してますね。激しく本当ハイピッチでうねってくれるんで、魚との前詰めやすいですよね。これがね、もうめちゃくちゃナチュラル、もうチェイスの回数が半端じゃない。いい感じですね。これはね、またしてもアームズのスーパーレジェラですね。いい感じです。アイブレイク。